私どもはカーボンナノチューブという素材を扱うベンチャーをやっております。カーボンナノチューブというのは電気とか熱とか、あと軽くて強いとかですね。そういった非常に工業的に役に立つ材料で、これからまさに量産化して世に使っていただくと、そういった新しい素材になります。私ども作ってるカーボンナノチューブは実際この今手元にあるこの黒いボトルに入ったものなんですけども、見た目は粉というかですね、我々の作ってるのは特にちょっと綿っぽい状態でありまして、で、これをですね、例えばバッテリーの中にリチウムイオンバッテリーですね、そういったところに少し添加しますとですね、充放電が、急速充放電が可能になったりとか、あと容量が少しアップしたりとかですね。そういったエネルギーの分野で非常に役に立つ素材というのがまず一つの用途としてあります。それからあとはですね、我々が今特に力入れているのはこちらにあるんですけども、こういった糸状に加工したりして、非常に軽い電線というようなものを今非常に力入れておりまして、世の中にあるカーボンナノチューブの中でも最も導電性の良い、ものを作っております。で、カーボンのメリットというのは非常に軽いというところが大きなメリットになってきますので、こういったものをですね、例えばこういった線に加工してしますと、通常こういった銅を使っておるようなところをですね、カーボンに変えられると。銅線というのはいろんな分野で使われておって、航空機とか、宇宙関係とかですね、自動車にもたくさん使われておるんですけども、そういったところの軽量部材として、非常に将来的には役に立つだろうと。省エネルギー社会の実現に向けて新素材を実用化したい、そういった強い橋本社長の思いに共感しまして、2018年、約2年前に投資を実行させていただきました。カーボンナノチューブといっても皆さんなかなかお分かりにならないと思います。カーボン、炭素です。で、ナノっていうのが髪の毛の10万分の1という非常に細い、大きさです。で、このカーボンナノチューブっていうのは例えてみますと巻き寿司を使う糊ですね、黒い糊、これをきれいにくるっと巻いたような形状をしています。こういったカーボンナノチューブがどういった利点を示すかといいますと、今皆さんが使っているスマートフォン、あるいはデジカメ、タブレット、さらには電動化という流れの中で電気自動車の開発が今世界中で非常に激しい競争となっております。そういった二次電池、いわゆるリチウムイオン電池のですね、性能を向上させるのがこのナノカーボンチューブでございます。このナノカーボンチューブをわずかに添加することによって、電池の寿命が伸びたり、あるいは出力が上がったりといった利点、こういったものを電線に使うことによって、自動車のモーターが非常に小型になって軽くなる、さらには腐食しづらいといった特徴があります。軽くなることによってその、燃費が非常に良くなるというようなところでエネルギー効率が上がってくると、そういったところの素材としてですね、我々の材料というのは非常に今後必要とされてくるかなと。地球温暖化、これに起因する温暖化ガスの抑制を排出する製品、この製品の性能を飛躍的に向上させるのがこのカーボンナノチューブ。スパークさんからですね、2018年に投資いただきまして、私ども本当にまさに素材そのもののベンチャーという中でですね、リードを取っていただいて投資をしていただいたと、そこは非常に感謝しております。なんとか私どももその、スパークスさんに恩返しできるような形をですね、作っていきたいと、それはひいて世の中のためになるような素材を我々が生み出していくということにつながっていくと思いますので、そういったことを通じてですね、投資家の皆さんにも貢献できるような、形を作っていきたいなというふうに思っております。